は 9.587 の高得点です。さあ大歓声、アメリカ最後の種目ゆか、ハンピシャー3種目終わってアメリカトップ、2種目目でトップに立ってそれを守っているアメリカ、そのまま逃げ切ることができるかどうか。半分ひねっての前方2回宙返りです。はい、高い位置での着地見事に決めましたね。テリン・ハンフリー、そして2本目は屈伸のムーンサルトを持ってくる予定です。はい、決まりましたね。決まりました。思い切った演技に定評があると思います。一つ一つの動きに観客が後押しします。テリン・ハンフリー表情も非常にいいですね。脚力の非常に優れた選手です。今年の全米選手権では個人総合で6位。3回ターン少し足が後ろに出てしまいましたので、どう審判取るでしょうか。3回ひねり切りました。タンゴに乗ってのテリン・ハンフリー、すごい観衆ですね。素晴らしい演技を見せました。3種目終わってトップにいるアメリカ、相当なプレッシャーあると思いますが、はい、ここも着地しっかりと決めました。多少足が、はいはい、足が離れてしまっているのがこの角度から分かりましたね。ここは最後の、はい、3回ひねり、もう体は完全に正面に向いてますね。そうですね。9.300 です。